はいえー、ホワイトベース館内放送でございます。先日もですね、えー、まあ、今、買ナな車種はこれだということですね、えー。ビッグツアラーをですね、押させてもらったんですけども、あのーまあ、うちはやってないんですけど、インパルスとかね、えー、昔の XJR とかそういうのだけど、めっちゃ値段高く売ってるじゃないですか。多分ね、あれね、売れてないんだよ。売れてないんだけど、なんか乗っかってやってるだけみたいなところも非常に多いって話したと思うんですけども、あれでね、今どんな結果になってるかっていうと、中古車やがね、まとめて信用を失ってるっていう世界です。はい。売れてないんですよ、やっぱり。売れてると思われてる。高く売ってると思われてるけど、そんなに簡単にね、みんな財布の紐緩くなったりしないから、結局それがどうなって、 どういう結果に結びついているかというと、まあ、こんな金出すんだったら新車買おうということで、新車の方のセールスの伸びにつながって、えーま、長い間待つんでもいいから新車買いますというです、ね、そういうパターンになってきちゃってるような気がします。はい えー、というわけで、うちは値段を下げていってるんですけど、はい。あの、セローはちょっと別ね。はい。あれはちょっと意図があって、あの、金額になってますけれども、はい。えー、まあ、うちの方は、まあ、あの、旧相場間の中でやってますので、えー、実際売っていかないとまずいのでですね、えー、あんまりその世間様の、えー、相場は見てないです。はい。見てないというか、み見,見る、見ても参考程度な感じですね。はい。 いやーだからね、今後どうなっていくかっていうと、あのー、この言い方なんだけど、あのー、古,いふ古い車種で、えーまあ、手放そうかな、どうしようかな、値段上がるかな、下がるかな。 みたいな感じですね。手放そうかな、どうしようかなって考えてる人は、早めに売っちゃった方がいいと思います。はい。っていうのはどういうことかっていうと、えー、今こういう流れになってると、その、その、なんていうんですかね、高く古いバイクを買った人がものすごく失敗するっていう話がもうすでにきっと出てると思うので、ね、値段高いからって物が良くなるわけじゃないって話はしたと思うんですけども、そうすると、あのー、 値段が高くても中古車はダメだっていう話になっちゃうんですよ。でじゃあレアな人気モデルとかっていうのはどうなっていくんですかっていう話なんですけどレアな人気モデルが今一番高く売れるのが今なんですよ。でそういう人たちがあのこぞってそれを現金化したりとかそれをその使ってなんか乗るっていうなった時に今その バイクの乗り方っていうのはあの古,古いバイクを手間か暇かけてそんな俺かっこいいだろうっていう感じじゃなくてとにかくファッションなんですよファッションファッションバイク乗れなきゃ意味がないんですよ乗ってどっか行く乗ってる自分がかっこいいでそれをこう 写真にあげるるとかがあるんでやっぱね、1年のうち半分壊れてて乗れねえみたいなバイクはね、あのどん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 、淘汰されつつあるんですね、これがまたね、で、しかもそのメーカーさんも新しいバイクどんどん売ってるもんだから、古いバイクへのケアができる店っていうのがもうガッツガツ減ってますね。 特に中古車のほうがです、ねあのまあ、普通免許がやっぱ多いからそこだけ動いているのであって全体的な市場としてはいつもと同じなんですよ。いつもと同じかそれ以下なんですね。ひどいことやっちゃってるからさっきみたいに。だからあの今、あの正直中古車屋さんって多分ねバ,バ,バカすか潰れてると思うんですよね。いつか儲かるはずだ、いつか儲かるはずだって値段高くつり上げた結果売れずに終わっていって、えーまあ、あの観光庁オークションみたいな感じになっていくると思うんですけども。 やっぱね、これは非常にこうまずい状況なんだな。うん、まあ、まあ、だから僕の方は、あのその辺ね、ちゃんと売っていかなきゃいけないんで、えー、値段下げたんですけど、多分ね、そういう動きってそ。 でえー、来年の春を迎える春を皮切りにとか春を迎える前あたりに起きてくるんじゃないのかなと思いますはいバイクはね冬場金ないからねなんとかして稼がなきゃいけないから冬場ってね相場がドーンって下がるんだよその時に合わせて今まあ高く出しておいて売れ,ら売れたらラッキーぐらいに思ってたバイクがもう秋を過ぎて、えー、やっぱやっぱ無理だったなってのが分かってですね <laughs> なんかね根崩れしてくるような気がする はい、そう、なんかね、本当に,本当に自分もでも思うけどね、中古屋ってカだから、あのもう目先のことしか考えられないんですよ。で、あのこの先で、ね、どうなっていくかとか、メーカーの動きどうかなんて考えながらやってる余裕があるお店はほぼないので、うちもそうだけど、だからね、あの自分の動きがそうだから、やっぱね、よその動きもね、もう手に取るように分かります。資本が大きいところは違うよ、もう資本が大きいところで、ちゃんとあのなんかね、やっぱお金余ってるところは違うと思うんですけど、あのほとんどの中小企業っていうのはね、 中小のバイク屋さんの価格っていうのは破壊されていくと思うし、えー、古くてプレミアもつけているようなバイクっていうのがあの特に4気筒を中心に値崩れしてしまう値崩れしてしまうっていうのはどういうことかっていうと売ってる値段はあまり下がらない買い取り値がアホみたいに下がっちゃうっていうことですはいでそそ要はリスクヘッジしたいから あのー、この先相場が落ちるかもしれないでていうか確実に落ちる今表示されてるものもの金額も多分落ちるであろうで落とさないと売れない時代が、あのー、時代が半年以内に来るって分かってたら高く買い取るって人いないと思うんですよ。ね、だからあのー そのまあ、自分がねバイク買い取りたいから言ってるっていうわけでもないんですけど、あのー、ちょっとしたその古いバイクで前人気あったんだよね今でもあの、ね、これ置いとくとすごいおじさんに話しかけられるんだよねみたいな車種あるじゃないですかそういうのはもう本当に来年になるとめちゃくちゃ値段が下がると思,う思います。はい えー、なので、えー、早めに、別にうちじゃなくてもいいんですけどあの、売ろうかなと思ってるんだったらですね、えー、査定してみるのがいいんじゃないのかな。あというのはね、えー、昨今の値動,、ね、動きを見てるとすげえ思う。すげえ思う。 でねその大型車の値段が下がってるっていうのもあるしで、中型車の値段が変に上がってるっていうのもあるし、でその中で海外勢のね、えー、中型車のクオリティがめちゃくちゃ上がってるんだよね。でそうなってくると、やっぱあ市場の動きっていうのがまたね、一波乱起きるわけですよ。ね いやー、怖いわあの。僕もね、あの食っていかなきゃいけないからね、そういうのに合わせて、えー、業態というかですね、少しずつのやり方っていうのをね、えー、学んで変えていくしかないんです。まあ、変えながらずっとやってるんですけども、まあ、僕たちは流れの中にいる商売なので、自分たちで流れを作り出すってことはできないです。だ流れを読み違えて,ってしまうと、あっという間に倒産してしまうので、<laughs> はい、この辺はですね、努力と体力でなんとかしていこうと思ってます。はい。えー、よろしくお願いします。 えとホワイトベースの買い取りなんですけども、ホームページご覧になってからメールしていただくんでもいいですし、直接メールしてもらうでもいいですし、お店に来てもらうでも全然大丈夫です。僕がいるときはすぐ査定できるんですけども、いないときはですね写真とか撮って、こっちで LINE とか見ながらですね、言うことになりますので、即応性っていうのはちょっとないんですけども、うちのメリットっていうのは、相場なりの値段で買い取るっていうことと、あとはあ、どの地域であれですよ、この間九州行きましたけども、九州であれ、 ええー、まあ北海道であれ。 別に九州と北海道の業者があの地元で買ったら一番高いわけじゃないんですよ。九州と北海道で地元で買っても、それをまた東京に送んなきゃいけないとかありますので、大手であればあるほど相場なりの金額になってきます。だからね、僕が提示している金額ってあんまり買わないと思いますよ。で、あの別に輸送使うわけだから、あ,のー、あんま関係ないので、でうちのその強い相場なりの金額で買い取るっていうことと、まあ、高くは買い取るとは言いません。安く買い取るていつも言ってますけど、利益出さなきゃいけないんで。ただ、動画に残すということと、その自分がそのオートバイを 僕が納車しに行きますので、はいえーまあ、次どんな人かっていうのを取材してくるわけにはいかないんですけども、えー、守備をですね一部始終、大事に扱ってますよっていうのをです、ね、皆さんに伝えることができる、でまあ、あとは、まあ、買う側にとっては納期が早いというのと、えー、それから、まあ、うちのお客さんはですねみんなバイク大事にしてくれる人しかいないので、えー、次の小田さんはいい,いい人じゃない人に会ったことはないです、はい、いい人しかいないはい。 これは断言できる。あの、ヤフオク時代はね、えー、お世辞にもいいと言えるような人ではないような人たちが多かった。はい。これはね、つらかった。うん。 まあでも向こうは向こうでね思うところあって、安いの欲しいから、ヤフオクで選んでるんだから、お互い様だと思うんですけどもね、そんなことが挙げられるかな、買う側のメリットとしてはですね、ああ僕が納車しに行くっていうのと、あとは、そうだな、やっぱりバイク大事にしていた人のねえ所有していたものなので、程度がいいものはやっぱり非常に多いです。はい であとは、まあ、先ほども言ったように、昨今の新車に比べると納期は早いと思います。はい。で、またそれを手放すときもですね、もちろん私、力になります。そういったことも含めてですね、ご検討いただければ幸いです。はい、以上ですね、相場の話をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございます。